さん、しゅんさんこのお時間始まりました。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ今日ね、はい、あの山の方行くんで。あ、山行くんですね。あの飲み物を。あ、飲み物。どうぞ。何しようかな。やっぱりね、お。当たった？よし、じゃあ今日は山なんですね。はい。はい、じゃあ山行ってみましょう。はい、行きました。いや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 、山登るって言いましたよね、さっき。はい。今ここ3ステージ旗かこになりましたけど。そうですね。これ。はい。どういうことですか。いや、まだこれあのオープニングなんで。あ、オープニング。これ行くんですかこれ。はい、行きましょう。ちょっと、ね、ちょっとだけ。了解です。いや、いいっすね。いいっすね、あったかい。久々に来たし。あったかいし、うん、うん、これ危ないですよ。気をつけて。しゅんさん、気をつけて。はいはい。それ振りかな。いや、ステージも綺麗だし、うんうん、我々ガリュー、うん、プロデュースさせていただいている、はい、もろけですね。これカットしよう。はい。ね、ベジタブルなコンサートイベントを、はい、夏、うん、8月？そうですね、8月の最初の週、最初の土曜日、土曜日、はい、やっておりますので、うん、まあぜひチェックしてくださいということで、はい、これですよ。キャンプもできますからね。はいはいはい。今日はね、天気もいいし、はい、うん、あったかいし、のんびりするにはもうほんと絶好の場所ですわ。そうですね。席いいが、席何本あるんですかね。まあまあまあ、数えてみますか。いや、大丈夫です。1、2、3、4、5、6、7300ぐらいかな、席だけで。なるほど。もうこっちあと出しますね、テロップ。はい。山行かないんですか。山、え、山行きましょうか。山行きましょうよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。これ画面酔いそうじゃな。ここに畑池っていうのが、畑池、これは右でな。右かもう左かもようわからん。あー、やばいな、これやばい。あ、ダメだな。あ、これもういかんな、俺の車。あ、俺の車はまりました。もうこれで終わり。終了。終了。もう終わり。これを言ったら終了。どうも。いや、いやもうほんまに、車が、はい、あの、はまりまして。なるほど。もう大変でしたけど、はい、まあなんとかね、登ってきました。よかったですね。で、こっから、はい、これからね、本殿の方に向かっていくんですよ、実は。あの、うまい。頑張っていきましょう。行きましょう。ちょっと無言になるよ。歩いて行きよったら。え？うぃー。疲れてますね。結構、いやいやいや、大丈夫です。結構歩いてきましたけど、はい、なんか広いところ出てきましたよ。はいはい。行ってみましょう。俺の声がこだまする。いいですね。いいね。はい、じゃあ来ましたよ。来ました。ここが、はい、要は前回お届けした太鼓踊り、はい、のここが終着地点になるわけですか。澄んでますよね、本当に空気が。なんかね、こうで吸うでしょ。
たね、鼻が痛いぐらい済んでます。うん、重い太鼓を持って打って踊りながら来るってやっぱ相当体力がいりますね。あれはですね、初段疲れてないですか？いや疲れてないです、全然疲れてないです。はあ、結構ね、あの乳酸抜けてね、今いい感じです、ね。はい、あ、よかった。いい運動ですね、はい、これは。お参り行きましょうか。はい、ここは二礼、はい、じゃあ気持ちいいですね。うん、俊さん知ってますか、ここ？はい、いや、僕は初めて来たんですよ、実は。あ、そうなんですか。実はここはあやかしっていう曲を作った場所で、あの代表がね作曲した場所なんですよ。おそらくここここかな、ここに。もしかしてこれですか？ここにこもって作ったっていう場所じゃないですか、夜。ここへ。ここに、うん、ここに夜中来て、はい、作曲したって言ってたのここですか？ここですね。はあ、なるほど。僕てっきりさっきの前回のところ八幡神社の神楽であったじゃないですか。はいはいはい、はい、あそこだと思ってたんですよ。ここみたいですよ。ここなんですね。はい、これは僕はちょっと怖いですねこれ想像してください。だって、はい、こう今昼まで、はいはいはい、で天気いいんすよ、はい、でこの暗さですからね、はいはいはい、うん、で夜になると多分もうちょっと気温もだいぶ下がるでしょうし、うですね、うわーここか、あやかしね、はい、はあ、じゃあそのあやかしをちょっと見てもらいましょうか。どうぞ。さっきのお宮からまあちょっと200-300メートルかなぐらい歩いてきたところにありますが、これはちょっとね言えないんですでもね、我流を結成した時にねよく上がってきてたところなんです。じゃあちょっとお参りしたいと思います。そうですね、これお参りしたらなんかギャンブルに勝てるっていう。おお、そうなんですね。ここでいいのかな。はい、どうも。本日の旬散歩は、諸家八幡神社の本殿でした。ありがとうございます。まあ山道上がってきましたが、まあ気持ちよかったし、あの空気もいいしということで、皆さんももし来る機会があったらぜひぜひよろしくお願いしますと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。あ、ちょっと違うな